はい。フリーライターのいつか笑って過ごせるひまで,です。森会長の辞任の原因の女性別詞発言、全文を分析、本人の言いたいことと伝わり方ということでやっていきたいと思います。まあ、あの、森会長がね、えー、辞任されるという。 女性別紙発言と言われる発言によって批判にさらされて、まあ影響も大きく出てしまったもので、それによって森会長は辞任されるということが今報じられております。で、この女性別紙発言と言われるこの全文っていうのをね、えー、分析していこうと思います。何が問題だったのか。どういうふうに批判派に伝わったもので、 あの、森会長はどういう真意だったのか。まあ、この、どういう真意だったのかっていうのは、まあ、あの、保守層というか森さんが通うばっている方々がね、言っているようなことを参考にまとめさせていただきました。はい。ということでですね、まあ、あの、早速やっていくわけですけれどもですね、えー、っと、これじゃないな。こうか。で、えー、まあ、これ、スポニチからの、スポニチの記事からの引用です。えー、URL もね、あの、概要欄にも貼っておきますので、ぜひそちらの方も、えー、見ていただければとは思うんですけれども、まあ、あの、今回ね、これ、あの、 青にした部分っていうのがその女性や別視発言なんだと言ってる方の取り上げている部分要は問題にされている部分で、まあ、黄色の部分もまあ問題がある部分まあここも取り上げてる人もいますという部分ですねで赤の部分っていうのは僕が問題だと思った部分ですで、えー、まああのこれをね、えー、全文読み上げると結構時間かかってしまうので、まあ、このままあの皆さん読んでいただければと思うんですけれどもまああのね 赤の、違う、青の部分ですね。青の部分としては、まあ、主に、その、女性別紙発言なんですよね。あの、女性は時間がかかるとか、あの、発言規制しなきゃいけないとかね。あの、組織委員会の女性はみんな、あの、分けまえているとか、っていう部分っていうところで、その、女性を、その、見下してるようにも取れる部分なんですよね。で、赤の部分っていうのは、これ、あの、本人言っちゃダメだってわかってるよねっていう部分で、これは、 テレビがあるからやりにくいんだがとかあまり言うと新聞に悪口が書かれる俺がまた悪口を言ったとなるけどってこれ言っちゃダメな発言であるとちょっと言ったらまずい発言なんじゃないかなっていうのが本人分かってますよねこれっていう風に取れる部分ですよねだってテレビがあるからやりにくいってことはこれ言っちゃテレビで報じてられると批判されるんじゃないかなって想像してるってことじゃないですかであまり悪口を あまり言うと新聞に悪口を書かれる、また俺が悪口を言ったとなるけれどもって言ってるってことは、この発言ってこれ以上強く言うと、まずいんじゃないのってここで認識してるっていう意味なんですよね。なのでこれ、これはあのリスクという、リスクヘッジ、やわ危機管理能力ですね、危機管理能力の部分から言うと、森さんって大丈夫ですかっていう風になってしまう部分ではあるというところですね。 はい。という感じなんですけれども、あの、ちょっとまあね、真うか長くなりすぎたので、えー、ここからね、本来言いたかったと思われる部分と、そして、その、批判側にね、こういうふうに伝わったんじゃないですかという。 っってていいいいうのをちょとと見ていきたいと思いますで本来森さんが言いたかった、まあ、保守層が言ってる部分であったりとか、この文章を見て、僕がこういうことを言っていれば問題なかったんじゃないですかという部分を抜粋させて文章を作らせていただきます。ここから先のこの2つ、本来言いたかったことと批判側に伝わったと思われることの部分に関しては、私が作っています。これは私が書いた文章です、はい。でですね、本来言いたかったことっていうのはおそらくこうなんですよね。女性理事を4割というのは文科省が推進しておりまして、 我常々我々も気をつけているところであります。女性が入ってくると、議論が活発になり、実りがある会議になります。その分、時間がかかるわけですが、女性は非常に優秀なので、欠員があると、 自ずとと女性を選ぼうといういことになるわけですこう言ってれば全く問題がなかったし、まあ、保守層の方であるとか、まあ、森さんをかばってる方ですねとかが言ってるところをまとめていくとこんな感じの文章を本人は言いたかったのになんでこんな切り取り方をしているんだっていうふうに言ってるというところなんですよね。 うんまあ、こういう文章であればね、全く問題なかったし、これはも、ま、う、あ、あの、こんなに長く、長々と喋る必要がなかったとあの。自分が長いやないかと言われかねないような状況になってるわけですね、この発言ね。だかこうやってシンプルにまとめりゃよかったんじゃないのっていう話ではあるんですけども、まあ本来こういうことが多分言いたかったんだと思うんですよ、森さんがね。森さんが言いたかったのはこの部分なんだと思うんですよね。で、この、 言いたかった部分をこういう長い文章にしていろいろ余計なことをくっつけた結果どういうふうに批判している側に伝わってしまったのかというところを今度読んでいきますね文科省は女性を増やせとうるさいけどラグビー協会は話の長い女性が多くて会議が長引く女性が入る前の倍になったこれは我々の恥です女性は競争意識が強く誰かが発言すると みんなが発言して収集がつかず長引くから発言に制限が必要になる私の発言となると批判されるから他人の発言にしておくねと組織委員会の女性はみんな分けまえているから助かっている競技団体の出身で国際的に場数を踏んでいる女性は空気を読んでくれるからいいね他人の他の人も見習ってくれればな 最後は優秀と持ち上げて終わっておけばいいんでしょう。という風に伝わってしまってるわけですよね。まあ、あのかなりうがって伝わってるような気もせんでもないんですけれども。うん、まあ、あの、こういう風に伝わったから今問題になって炎上してるわけですよね。そして、その、聖火ランナーの方がね、あの辞職、辞任されたりとか、ね、辞めますと言われたりとか、ボランティアが次々と辞めていくと。 いう状況えっ、ー、と、8日時点で390人のボランティアの方が辞めると表明されてるのかな。で、まあ、あのー、そこの発表では2人ランナーの方が辞めたって言われてたんですけども、まあ,あの、論文のね、志さんなんかも辞められていて、えー、藤井聡太さんはあれ関係ないんですよね。あのー、あれは、あのー、もともと去年の秋に辞めると言っているので、今回の問題とは全く関係ないところで辞めてるんですけれども、なんか、あのー、タイミング的にね、えー、 森さんの発言で辞めたかのような、えー、タイミングで発表されていて、ちょっとなんか、あの作為的な部分があるのかなとは思ったりしますけれども、まあそこは置いておきましょう。で、えー、まああの、ね、これ、どっちが本音だったのか、森さんの本音だったのかっていうのは分かんないんですよね。まああの、保守層から言えば、保守層というか、まあ森さんをかばってる側から言えばこっちだろうし、あの、批判されてる側からすればこっちなんですよ。あの、 やっぱりその、伝わり方っていうのは本人の主観、あの、伝わった側の主観が入るので、やっぱり違う伝わり方してしまうんですよね。うん。なので、どっちが正しいのかっていうのは分からないんです。分からないんです、これね。あの、いや、こっちだいや、こっちだってみんなが言い合っていても、これは本人の主観、本人の問題なので分からないし、後から、えー、こう言ったとしても、この発言はね、どっちか正しいって言ったとしても、逆側からあんなことはないと言われるわけですよ。例えばね、この、 本来言いたかったと思われることと僕がしているこの部分をね、後でこういうふうな発言のつもりで言ったんだけども、あの皆さんに別の伝わり方がして申し訳なかったというふうに、例えば言ったとすると、今度批判してた側が、が、えー、なわけあるかと。あの文章でこういうふうには伝わらないでしょって。何を言ってるんだと。女性に差別的な意識があったに違いないと言われるだろうし、逆にこっちですよね。こっちだったと。 非常に申し訳なかったと。謝ったとすると、なんで批判側に折れて、あのー、そんなこと謝るんだと。森さん、謝ることないよ。我々は分かってるよってこの、本来言いたかった側、要はあのー、かばってる側ですよね。が、えー、言うと、あのー、こっちだったんでしょって、えー、それはそれで言われてしまうという部分もあって、本人も多分ね、もう、あのー、言わないと思うんですけれども、まあ、本人から言うとね、こっちって認めるわけないんで、こっちなんですけども、多分ね。 うんまあ、確かあの会見の時もこういう感じのことを言っていたような気もせんでもないんですけどもまあいいやちょっとあのしっかり覚えてないんであの、ね、うかつなことを言うと間違っていると困るのでねあれですけれども、うん、という形でですねまあ,あのこういうふうに伝わってますとあの皆さんねあのリスクヘッジというか余計なことはその特に、ね、立場が大きい方っていうのはこういう余計なことを継ぎ足して言ってしまうと伝わり方変わっちゃうんですよね もちろんね、その、なんか女性のね、話が長いとかっての問題提起したかったのかもしれんけれども、これっていうのは立場のあるこの森会長ほどのね、元首相ですよ。で、オリンピック組織委員会の会長ですよ。そういう立場の方がやると問題なんですよ。僕みたいなライターとかがね、問題提起としてこういうのがありますよっていう分には、その、ならね、問題提起という部分もあって、あの、僕がね、叩かれてもこれ別に辞める必要なんもないし、あの、 問題提起しても問題ないんだけども、まあ、こういう問題提起はね、さすがにしないですけれども、僕もね、うん。あの、他のライターさんとかがね、こういう問題提起をされたのであれば、まあ、あの、いいんだけれども、立場っていうものがあってねっていう話なんですよ。で、最初にも言った通り、ここですよね。これで布石打ってるんですよね。あの、本に分かってるんですよ。本に分かってるのに、この赤の部分でね。 リスケジができずにこういうことを言ってしまうと。まあちょっとな問題ですよねっていうところがね、あの、今回の問題のこの本質的な部分なんじゃないのかなというのを僕は思っています。はい。まあね、あの、なるべく中立な観点で分析しようと思いましたので、これどっちが、僕はどっちだと思っているかということは言わないですけれども、まあどっちとも取れるような文章なんですよ。 これってね、あの、発言なんですよ。文章じゃない発言ですね。発言なんですよね。まあ、こういうのはね、あの、立場のある方特にあの、元首相とかね、そういう立場のある方は気をつけて発言しなければいけない。森さんっていうのは、まあ、元々ね、ちょっと、まあ、あの、問題発言というか、 ま、切り取られたのか、ねあの、その発言そのものが問題なのかっていうとか、もん、ねあの、別の問題ですけれども、まあ、あの、いろいろね、物議を醸すような発言っていうのも多かって、今までもだん、散々批判されてるわけですよ、メディアに。なので、そういうことを考えると、まあ、その辺のね、立場をわきまえて、 まああのー、本人ね女性に分けまえてるって言ってましたけどもご自分自身が立場を分けまえて発言しなければ、えー、いけない問題になったんじゃないのかなと、まあ、リスクヘッジというかね危機管理というかそういうところの能力が、まあ、森さんっていうのはちょっと欠けていたのかなっていうのはね、えー、今回の発言を見て思いましたはいということでですねまあもう今更ながらですけれどもそのちょうどね、えー、やめたと森さんがお辞めになられましたので、えー、今回ですねこの文章について、あのー、こういう、えー、発言でこういう意味だったんじゃないんですかというところと まあこういう風に伝わったんですよというところを、えー、言わせていただきました。えー、以上になります。えー、よろしければねチャンネル登録していってください。そしてねいいなと思った方はいいねを押していただけるとね嬉しいです。フリーライターのいつか笑って過ごせる日まれで,でした。皆さん最後までご視聴ありがとうございました。